こんにちは。今日は河内新聞という新聞のですね、小山社主においでいただきましてですね、まあ実は八尾市議会議員の坂本忠明という議員がいるんですけどもですね、居住実態がないんじゃないかと、そういう疑惑が発生しておりますですね。で、まず事の起こりからどうだということですね、ちょっと編集した動画でこの後ですね、ご紹介しましてですね、その後ですね、時系列にいろんな角度からですね、当事者としてですね、ご意見をですね、お話を伺っていきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。インタビュー本編に入る前にちょっと説明させてもらいたいと思います。で、この八尾市議会議員坂本忠明さん、実際には平戸に住んでるんじゃないかというですね、疑惑が上がってるわけなんですよ。まあこの人ですね、平成27年から議員をやってまして、現在2期目ということでございます。で、河内新聞というですね、新聞、まあ非常に詳しく今回のいきさつについて報道してましてですね、で、YouTube の下のところに実際の紙面を見ていただくということでリンク貼っておきます。で、ちょっと説明していきますけども、7月5日の紙面にまあこういう報道がされてます。で、見張り場に会うという市民団体があるんですよ。で、7月2日八尾市の選管に上申書を提出したと。まあどのような内容かというとですね、坂本議員、実際には平野区に家族、奥さんや子供たちと生活してるということなんですよね。で、住民登録されてる八尾市内の実家、そこには、まあそこ、実のところ、奥さんの実家なんですけども、他党のポスターが貼ってる。大阪維新じゃなくてですね、他党のポスターが貼ってるということなんですよね。で、弁護士の依頼を受けた更新書が2日間、その平野区の現在、坂本議員が家族と住んでるんじゃないかという疑惑が上がってるんですね、自宅で調査をしたということなんですね。で、さらに、河内新聞が、八尾の坂本議員が住所を置いてるというですね、されている奥さんの実家に、まあ、直撃取材をですね、刊行したということでございます。まあ、どういう証言が得られたかというとですね、議員ここにいませんと、お母さん言いました。一緒に住んだこともありませんという明言されておられたそうです。立ち会い人がいる形でインタビューしましてですね、で、私は昔からこの家住んでると、他党の支持者なんですと。で、さっきお話ししたように違う党のポスターが貼ってるという家の壁にですね、ということらしいんです。で、次ですね、9月9日の河内新聞、どういう報道がされたのか。まあ、8月9日にですね、まあ、八尾市内のあるホールで辞職を求めるんですね、その坂本議員の市民集会開催されたと。まあいろんな状況説明もありましたし、質疑を求めもありましたがですね、もう本当市民を裏切る顔だというですね、まあそういう怒りの声が上がったということですね。で、これちょっと私の補足ですけども、この集会にですね、当然坂本議員も来てくださいと招待状を送りました。坂本議員も含めたその他の全員ですね、28名の議員にも招待状を送ったんですけども、結局一人も来なかった。まあ、自伝だった候補者が一人来たんですけど、ね、まあそれ余談ですけど。で、同じ紙面ですね、やっぱり議員っていうのは背中で市民に模範を示さなきゃいけないだろうということで、生活保護の申請に来た人が結果やっぱり実態ないってことで断られた事例を挙げてます。まあこれはその外当人も取材して構いませんよという前提のもとにですね、まあその一連のことも書いてるんですけども、まあやっぱり議員だから許される、一般の人だから居住実態がないということで要求が認められてないというのは極めて、やっぱりこれ一般論ですけども、まあ不公平と極まれない話です。で、一連の問題が起こってから様々な形でですね、コンタクト取ってるんですけども、坂本議員からですね、誠意ある回答が得られてないと、市民団体や河内新聞さんからの質問を全く無視しているということなんですね。過去ですね、2回行われた選挙における、まあ、結果ですけども、いずれも坂本議員上位当選します。まあこういう問題が広く有権者レベルに知らしめる結果だったとすれば、このような投票になってるのかというです。
ですね、まあこれも既存のメディアや、まあ、その他いろんな要因がありますけども、チェック機能は果たして十分に機能しているのかというですね、まあ、そういう疑念も上がるということでございます。まあということですね、インタビュー本編に入っていきたいと思います。7月5日に初めて報道されたで、通報が市民の方からあったということ。そうですね、まあ市民言うてもね、はい、まあ私もまあ4年前からうつうつは分かってたんですけどね、はい、もうこっちも仕事が忙しくてね、はい、そこまで調べなかったんですが、はい、あの今日まあ同席していただいているあの八尾ではね、もう相当実績のあるね、はい、宮城番八尾のね、はい、代表の奥村隆夫さん、はい、もうこのことからあの連絡ありましてね、はい、ねで、まあ、今まではそういう噂はあったけども、はい、実際にその居住実態がないということを証明するね、はい、そういうことが今できてなかったんですが、はい、今回はまあいろいろな方のご協力で、はい、弁護士さん、はい、それからあの弁護士さんがまたあの選ばれた、更新書のね、はい、いわゆる、調査のプロですね、はい、そういう更新書の、はい、方にも調べてもらったら、はい、うん、明らかにね、はい、東大阪市の平野区のね、ロクターのところに、実際の自分の家があるのにね、はい、八尾の方は自分の奥さんの親ですね、はい、義理の母親のところだけに住民登録だけ置いていると、はい、これは実際はその八尾市民と違うと、うん、それが八尾の市会議員でね4年5ヶ月もね、はい、おるということは、これも市民はね、裏切ったことがあるからね、なるほど、いっぺんこれをあの、資料を一つ、情報提供するからね、はい、取り上げてくれないかと、はい、いうようなことで、私がね、はい、あの取材をするきっかけになったわけですわ。実績あるんですよ、ニャルバンはね、なるほど、公金はね、はい、あの、はい、市の職員がね、公金はね、相当金額ね、はい、あの、はい、騙し取ったというような事例をね、うん、これをもう地道に摘発して、なるほど、ほんであれ、1700万ぐらいかね、本当はね、はい、もっと金額大きいんですけども、はい、あれですよ、はい、あの1700万ほどね、はい、公金を用紙の会計にね、はいはい、あの、返還させたという、そういう実績もある。なるほど、うん、はい、これなかなかね、あの、上司が担当の、財政部長とか、はい、総務長に話したってね、はい、そんなあのどういうかあの証拠不十分や言うてね、うん、あの認めなかったのをね、はい、これも地道に証拠を突きつけてやって、はいはい、ほんで、はい、警察にも被害届を出すと、はい、いうことになったのでね、はい、ほんであの1700万をね、市に返させたという、そういう事件がこのリアル版はあるわけですよ、うん、だから本当にな、あの市民目線の中でね、はい、目線の中で本当にそのままあの行政にぶつけるけどね、はい、本来ならばね、私いつも言ったように奥村さんはね、市から表彰してもらわないからね、うん、そんだけのね、公金を、殺された公金はね、そんだけ取り戻すのにね、はい、どんだけ苦労したかですわ、はい、もう夜中に行ってね、実際の家の扉をね、市営住宅の扉を修繕したら、うん、本当に来ましたか言うて訪問していってね、はいはい、ほんで、いや、そんなん来たことはないですよ、うん、まあ、ちゃんと長期に手当てるのは何月何日に行って、ね、市営住宅 の、 あの扉を、うん、修繕したとか、はい、それから水の出が悪いのをね、それをあの直したとか、はい、言うてちゃんと業務日誌に書いてね、はい、でちゃんと長期に手当て請求して、市はもう何のチェックもせんとね、はい、こういうのを貼るってね、はい、もう当時のね、市長の給料と同じぐらいのね、うん、あの長期に手当てを出しとったんですね、はい、それをやっぱりやった実績ありますからね、見張り番は、まあ、そちらからの情報ですから、非常にまあ信憑性があると、はい、いうことでね、うちはあのただそれはまあ情報の提供やから、早速また東大阪にもね、はい、私があの言うて東大阪宮城番にある、はい、そこの代表と一緒にね、その情報を聞いたから、はい、やっぱり 現実行かれか行って、はい、6月の27日ぐらいだったと思いますね、今年のね、はい、6月27日に、はい、あの大使堂の、はい、住民登録取り行きました、はい、あ、たまたま、まあ、7月の参議院選挙の前でしたんで ね、 そうですね、はい、その人はあのよその党 の、 あの
支持者なんですけども、その看板をやって、その横にね、坂本忠明は大阪維新の会ですけども、はい、その看板を上げとんですね、はい、その候補者のね、自宅にね、他党のね、看板をね、またそれがよう見えるとこなんていうか、道端のね、そうですね、もうこれもおかしい、そういうことおかしいよ、まあ、まさしくあの新聞で報じられた部分ですね、だから、具体的な人にも。おかしいなと思ったらもう、とっさに予告なしで言ったもんですから、正直に言いますよ、そのお母さんはね、はい、もうあの私がここに坂本忠明さんおりますか言って言ったら、はい、おりませんと、はい、うん、ここはね私の家です、私がもう三十数年住んでる家でね、はい、なんで私がそんな娘婿とね一緒に住まないかのですかと、ね、はい、だけどもまああの娘婿のことやから、はい、あのそれ以上のことはね、はい、私の口からは言われんから、はい、あの本人に直接聞いてくださいと、はい、いうようなそういう話がありました、はい、でそれはまああの横で見張り番東大阪の人がそれちゃんと聞いてますからね、はい、これは場合によっては裁判になったらね、はい、我々証人申請してもらったら、はい、そのありのままの話をね、はい、させてもらうと思うんですね、はい、だから郵便物だけはね、あの特定取りに来ますと、はい、だけどあの、心は住んでおりませんと、はい、いうようなことを刑事取りました、はい、それから2日のうちの6月の29、30日、雨の日でしたけどね、はい、その東大阪の見張り番の人と一緒に私はあの大阪のロクターの家に行きまして、はい、私は、まあ、あの9時半頃行ったんですが、はい、もう一人の方はもう朝のね、もう8時頃から、ね、そこに車を止めて、うん、で、あの、なんですか、あの呼びに押しても、ね、出てこない、はいはい、私も3回呼びに押したら出てこないんですね、はい、どうも中からね、我々の様子見てるようやからね、ちょっとだから車をね、ちょっと離そうか言うて、はいはいはい、雨降ってたけど、車を両手も下げたんですよ、はい、ものの5分もせんうちにね、はい、その坂本本人がね、はい、あのベンツに乗ってね、出て行くのを目撃したんですよ、はいはい、あこれでね、はい、片っぽではここにおりません言って母親が言う、はい、ほんで、自分の奥さんと子供がおる平野区のそこからはあの坂本本人がね、はい、そこから車出ていくと、私は何歩3回と、もう一人の人が5回ぐらい押してもね、全然中におるのは間違いないんですけどね、子供の自転車も置いてあるしね、はい、出てこないんですけども、はい、まあそれでね、まあ、確信持って、うん、あの記事にしたわけですね。まあ、今のお話いただいた一連の内容ですね、川内新聞さんの7月5日にですね、はい、まあ時系列に本当に事細かにですね、これ八尾市役所にですね、まあ、あの何と言いますか、上申書という形なんですかね、はい、書面の形はいろいろあるんですが、うん、それはあの見張り番八尾から出してるわけです、ね、それをね、はい、選挙管理委員会選管理ですね、選管事務局に出したんです、提出されたとですね、だけどここもね、やる気全然なし14日以内にね、選挙が4月にあったんですが、はいはい、選挙が終わって、はい、14日以内にそういうあの、実態がないと、生活実態がないからね、はい、この人はね、はい、選挙権も非選挙権もありませんよというようなね、ちゃんとした証拠を持ってね、はい、今回はもう相当日にちが経っているからね、はいはい、選管としてはね、もうこれはあの期限切れやからということでね。うん、はい、本当ならばね、はい、選管の委員長あたりがね、委員長なり事務局長がちゃんと同席してね、はい、丁寧に説明せないからですわ、これね、はいはい、選管委員会はね、はい、この人が本当に、選挙権があるのか、ね、はい、また非選挙権があるのかいうことのね、はい、審査を厳密にやらないかんのにね、はい、なんかそのまたうるさいこと言ってきたというような態度ですわ、はい、あの写真なんか見るとね、はい、だからもうその下っ端の連中が出てきてね、はい、いい加減の応答しとったからね、あの見張り番東大阪の人がね、もっとね、こういう市民団体の人から言うてきたことを真摯にね、話聞かないかやないか言ってね、たしなめるという、そういう一幕もあったわけですわ。だからね、ショックも怠慢ですよ、戦艦は。もう頼りになりません。これあの7月5日の新聞ですね、まさしくですね、奥村代表が戦艦に上申書を手渡しておられる写真がですね、掲載されています。これもあの、動画のリンクにですね、まあ、あのいろんな一連の資料含めてリンク貼っておきますけどですね、まあ、あの今お話をお伺いしてですね、まあ、当然ルールとしてのいろんな決め事もあるで、あのいろんなタイマルがあるし、やっぱりあの法的な問題と道義的な責任、政治責任をいかに果たすかってですね、
まあ、そういう部分も、非常にこうなんていうんですか、問われなきゃいけないですね。あと例えば東京の新宿の府議会議員でですね、はい、ご存知だと思うんですが、当選無効になったんですね、はい、N 国だったと思うんですけどね、まあ、その部分は本当に自治体そもそも温度差があるということ自体がいかがなのかというですね、まあ、そういう私は個人的にはそういう感じる部分でございますけどですね、で状況不祥事を抑えるという本当にですね、地道にそういう形でされてですね、まああとそれを受けてですね、8月の、9日にですね集会が行われたんですね、まあ、いろんな提言やですね問題におけるこう事実がこうだというお話もあったわけなんですね、まあ、ちょっとそれ今振り返るというですね、まあ、ちょっとルールお話だったんであれですけども、ポイント的にこうこの報道ベースにこうなんていうんですか、さらに補足するような話をいただければと思いますね。はい、その市民集会ね、そうですね、はい、これを私もまあ知り合いの人2、3名の方も呼びかけてね、はい、出席してもらったんですけどね、はい、もうこんなこと、こういうことはね一般の市民が言わなくてもね、はい、まず議会、そうですね、議会自体がね、はい、事情能力でね、そうですね、議会に対する市民の信頼感を取り戻すためにもね、はい、本来ならばね、議会にまあ、各会がありますわね、はい、各会の代表者会議もあるんですから、はい、そこでね、はい、本人も読んで、はい、ね、八尾市議会のそのどういうか品位の問題やから、はい、坂本さん、きちっとこれをせなあかんということでね、はい、言うんですけどね、はい、まあ、議会いうとこもね、はい、まあ、仲間をねこうかばうというそういうようなね、はい、ようなものがもう伝統的にありますからね、はい、私はもう最初からね、はい、議会で、まあ、例えばある程度の調査権のある百条委員会とかね、はい、あんなもあるけどそんなもんやっても意味ないと、うん、もう最終的にはねこれはね本人がね、私は奥村さんでもこれ何回も電話してるのにね、はい、坂本本人はね、はい、確かに私も2回電話ありました、はい、で私も5、6回電話かけた、はい、その時のやり取りはね、はい、この問題についてはねもうちょっと状況を把握してから、ね、うん、こちらから連絡しますから、はい、今は答えられませんとこんな言い方なんですね、はい、だからこれはねもう逃げとると、うん、思ったからねこの市民集会の時にみんな集まってもらって、はい、まあ、奥村代表が今までの経過報告をさせてもらって、はい、それと、まあ、私も新聞に確認至ったね、はい、そういう経緯とか、はい、それから実際に、住んでもない八尾市のその、建物のね、はい、家の持ち主にも会った時の話とか、はい、いうのを私もさせてもらって、はい、あとはもう出席者からね、まあ、いろんな質問をね、はい、してもらって、はい、まあ、質疑応答という中だってね、はい、やって相当盛り上がったけどね、うん、とにかくねもういわゆる市民のね、信頼感を裏切ったと、うん、もうそういうような、ね、声がやっぱ後面に多かったですね。有意義な会合であったと思います、ね、現職の議員ですね、矢野も確か28名議員の方がいらっしゃる、その方、来られた方いらっしゃいますよ、ね、うん、議員の方は現職は来ませんでしたね、うん、現職って誰も来てない、時点の方が確か一人お見えになったっていうのがです、ね、うん、その方以外来られた、まあ、招待状はまあ当然出されたんですよ、ね、まあ、なぜ来ないのね、せっかく市民と触れ合う、ある意味政策、まあまあ、その会合の趣旨とは違うにしてもですね、存在感を発揮するということで、しかるべきところに顔を出すというですね、まあ、ましてや党派性が問われるような部分でもないから、どの会派の議員の方も来られないというですね、まあ、これもちょっと不思議だなという感覚はあるんですけどですね、ね、これは、はい、まあ、新聞社の名前出すとね、あるんですけどね、はいはい、日刊新聞のね、有力なね、はい、日刊新聞の、はい、それも八尾やなくて、はい、東大阪支局の日刊の記者がね、はい、まあいろいろ調べたらね、はい、維新のね、回しもんですわ、はい、維新とね、しょっちゅうね、やり取りしてるね、はい、そういう日刊新聞のね、はい、東大阪支局のね、はい、記者が来てたんですよ、うん、で、どうもあれはね、はい、私はまあ、面識はちょっとぐらいあったけど、あんま面識公開したこともないからね、はい、知らなかったんだけど、その時に、はいはい、たまたま
三張藩東大阪のね、うん、方が来られて、はい、あれあれはこのさ何やで維新のスパイですねと、ね、だから今日の会合の模様はね、はい、全部報告しようと、はい、人数が何名くらいおって誰がどんな発言したとかな、はい、そんなことを全部自分でこうメモしながらな、うん、新聞に書く気はさらさらないから、はい、まあ、で維新の方に通報しとるでと言うから、はい、私は何も自分の発言したことについては責任持つからね、うん、誰からでも今日のことを聞かれたって構えんから、はい、まあ、そういうね実際に来たらいいんですよ、来てね、そうですね、一市民としてね傍聴したらええのに、ね、うん、ね、現職議員もね、うん、はい、全然来ない、はい、で他のマスコミの人もねちゃんと堂々と名乗って来たらいいんですよ、だもう門戸開放ですからね、はい、誰でも自由にお入りください、何も入場料を取るわけでもないし、はい、するんやから、そういうことでね、もうどういうのか、まあこの問題についてはね、もう川新聞だけはね一人でやっているというようなね、うん、はい、そういう雰囲気をね、醸し出すというようなことがねやっぱり現実にあったと思いますね。現在に至ってもね、はい、もうあれですよ、刑事告発するということに、うん、なっててもね、はい、あるは川新聞だけは書いとるだけでやな、はい、他の新聞社どこも取り上げへんと、はい、いうようなことを見て、そういうような、まあ、雰囲気とかね、そういう状況を作っていけるというのがあるんでね、はい、まあよそが取り上げる取り上げるのは別としてね、はい、私のとしてはこの、坂本忠明というのはね、はい、これは市民の裏切り者ですから、うん、はい、でしかも今言ったように私が何回もね、はい、いっぺん話聞かせてほしい言うても、はい、こちらから連絡するようなことを言うてね、はい、それで大社会議の時はね、はい、三張藩が言うとることも川新聞の書いたこともあら全部事実無根ですとこういうことを、ね、言うてね、そうですね、それをもう、はい、大社会議では非公開になってるからね、ものについては議長も内容については言えませんというようなことでね、もう非常にね、どういうか市民の立場から見るとね、はい、まあ、山田家とは違うけどね、議会もね、そういう保守のためのね、はい、人間種の集まりというような見てるからね、これはもう、うん、最終的には司法の判断をね、はい、委ねないかなというように私は思ってますね。まあ残念なことやけどね、司法による解決というのもですね、まあ、解決の手段の一つであるんですけど、ただまあそこまで行ってしまうとですね、私は養子民じゃないんですけども、矢星という名前が全国でどういう形でですね、印象をつけられる、やっぱり先ほどの議会の選管の間もそうですし、マスコミディアとの関係もそうですし、いい意味の緊張関係というのがないとですね、やっぱりこんな形になってしまうんじゃないかですね、まあ、そういうふうに感じる部分もあります。それですね、坂本忠明議員がですね、実はホームページ、反論の文章、まあ、ちょっと念のため確認に読み上げますね、見ました、ちょっと動画見てる方にですね、字幕を出しますけど、坂本忠明からのお知らせということですね、令和元年7月5日以降ですね、一部の者により当職が八尾市に居住していないような文書が配布されました。これはわずか2回の不十分な調査による事実無根の主張であり、当職は2014年12月以降住民票記載の通り八尾市に居住しておりますということなんですよ。でなお妻と子が八尾市から徒歩5分強の距離にある大阪市平野区の別宅に居住しており、週末などに会いに行くこともありますがと、当職が八尾市に居住していることに何ら変わりはありませんと。でところで上記のものはですね、当職の自宅住所や別宅住所を番地まで特定して繰り返し記載したりと、親族の写真等まで、掲載して文書配布していることから、報道目的を逸脱した明らかな名誉毀損かつ不当なプライバシー侵害であるとの意見も頂戴しておると、当職としても本部ホームページを持って強い抗議の意思を表明しますとですね。なお弁護士に対し、自宅における水道光熱の明細や郵便物等を調査精査してもらった結果、当職が自宅に居住したことで一定の電気代が増加している時期が確認できたりと、自宅へ携帯電話の請求書や保険等の郵便物が送付されていること、自宅に当職の生活必需品があることなどから、八尾市の自宅に当職の住所があると考えて何ら不自然な点はないとの意見書を取得したため、資料とともに八尾市議会に提出をいたしましたと
皆様にはそのままでご報告させていただきますとですね、いろんなこと書いてます。もうこれもはっきりツッコミどころ多い文章。まずあの歴史としたですね、河内新聞さんなんですけどね、あの文書配布ってからどういうことですかね。これ私の立場からちょっとあのいろいろとですね、今後あの影響もあるので支障のない分でお話しいただければ、極めて無礼な表現になるとですね、あとあのよくあの、まあ、あの報道しない自由というのが問題視されたりとかありますけども、あの、まあ、平たく言えば新聞社で叩かれたということですね。なぜ事実として書けないのか、事実に基づいて反論すればいいのか、極めて恣意的なです、ね、表現になっているんじゃないかというのが、まあまあまあ、私ですね。あとはまあ、そうですね、弁護士に調べてもらったんだから担当の弁護士誰なんだと、正々堂々と書けばいいのに書かないというですね。あとはまあ自宅の住所を番地まで特定って言ってますけども、ホームページで公表してますよね、議員の住所の公人なんですから。なんかそこら辺の部分は、まあ、はっきり申し上げて、私別に一方的に意思に叩く立場の人間ではないんですけども、ちょっと非常に偏ったんですね。ね、ね、新聞のもうこの反論ぐらいね、はい、もうどういうか稚拙なね、はい、幼稚園の子供がね弁解してるようなもんですよ。もう自分でね頭隠して静かにしてる。そうですね、一時的にね、一時的にですよ、はい、高熱費とか水道光熱費が、はい、とか電気代、一時じゃないですから、5年間ずっと継続せないか。そうですね、そうでしょ、そうで、ね、それで殺してるようになる、はい、まずそれが一つ矛盾、はい、ね、それから親族まで言うけどね、はい、住所地行ったんですよ、はい、ね、坂本議員が私は八尾の住民ですよ言うてね、はい、選挙に出る5ヶ月前に住民登録をね、はい、それまで大阪市で、親御さんにおったのに、はい、そこから本人だけが抜け出して、はいはい、選挙に出るがために八尾市に住民を移した。 そこへ私は取材に行ったんですよ、うん、ね、はい、ほんでそこ行って、はい、坂本議員さんおりますかって尋ねたんがね、はい、これは何で悪いんですか、うん、それしかないですからな、ね、坂本さんが届けた住所地に私は行って、ね、坂本さんおるもんと思って行ったらいいな、お母さんがやな、はい、義理の母親がおりませんここは私の家ですよ、そうですね、なんで私がね娘婿と一緒に住まないかんのですか、おかしいでっしゃる、私何もおかしい言うてへんねん、どこか勝手にやな、おかしいでっしゃる、なんで私がねそんな娘婿とねこの家に、ね、住まないかんのですかと、はい、しかしまあそれ以上はね、まあ私もまあ娘から頼まれてね、はい、まあ郵便物の受け取りとか、はい、まあそれぐらいの程度やったらと思って、まあ軽い気持ちでね、はい、まあ承諾したけども、はい、ここに住んだこともなければ、はいはい、今言ったようなそういうようなものが、ね、あるとか、はい、いうようなことはね、はい、本人は言わんけどね、はい、それやったら私は一番言いたいのはね、はい、坂本議員何回も電話しておるし、はい、八尾の方も行っておらないから平野も行って、はい、会いたいということでね、はい、言ってるんやからね、はい、あ、岡本さん分かりましたと、ほんだら、はい、何月何日にね、はい、太子堂 のそこへね、はい、一緒に行って、はい、私の部屋はこれですよと、はい、ね、ほんで電気と水道もちゃんと別のメーターつけて、うん、水道代、電気代ね、はい、それはガス代とか、はい、そんなん私が見えて、こうやって領収もありますよって見せてくれたらね、そうですね、それでいっぺんで解決ですわな、そうですね、ああだこうだ言うてね、はい、都合の時だけね、私の方から連絡します言うて、はい、連絡もないもないがな、事実解明の時はやな、ね、分かりました、ほんだら熊さん、そんなあんた疑問持ってんのやったらな、はい、太子堂の、あ、そうで会いましょうと、何月何日どうですか言うたらね、はい、私は晩年配して一緒に行きますわな、はい、あそこで会わんようにしてね、はい、今だかって、今現在に至るもね、はい、見張りにもそうです、うちにもね、はい、それっきりね、はい、あ、そんなツイッターみたいなんでね、自己弁護してねこんなんはね、もうね、幼稚園の子供以下ですね、もうこんなんがね、世の中しか言うことも情けないと思います。まあ、これは明確な、まあ、まあ、内容はともかくとしてですね、議員の意思表明として はっきり残るわけですからですね、まあ、本当にまあこれもおっしゃっておられるとおり、これも何と言ったらいいんですかね、あとまあね、言えないことがあるからこそ会えないんだとですね、まあ、これはどう考えてもそういうですね、あと他党のポスター貼ってた、
あのひょっとして維新とその党と両方いい顔してキャスティングボードを握るつもりなのかなですね。まあ、ひょスノボ の政治力を、ね、それだけ坂本議員の影響力なのかの素晴らしい議員なのかもしれませんけどですね、ちょっと何と言ったらいいんですかですね、今のちょっと冗談にもならない冗談。いや、その佐藤言うてね、はい、一時はね、はい、維新がね、はい、潰したのかと、うん、いうようにね、非難攻撃しとった政党ですよ。そうですね。そのポスターがね、もう道のね、水路があってね、はい、水路の向こう側の道で一番よく通るんですわ、はい、で坂本忠明の看板、今そこがちょっと入ったところで行き止まりですわ、はい、3軒家があってね、はい、行ったら行き止まりでね、行かれへん、はい、そこに坂本忠明の置いて、ほんで郵便受けには、はい、その母親の名前も大きく書いて、はい、その人は小さくね、はい、坂本忠明言うてね、そば行かな見えんような字で、はい、郵便部だけを受け取るようにしてる、はい、でその横の塀のところにはね、はい、維新のいろいろなね、政策、そんなもん載せる、あんなもん誰も見る人おりませんわ。だからね、はい、もうその一言見てもね、もう不自然で、その5分今日で、私も車で何回も行ってるけどね、車で行ったってね、7、8分かかります。5分今日やから、それは、5分がね、55分でも、まあ、今日やから、はい、もう見苦しい分がね、もう丸あがきもね、いい加減にせえというふうに言いたい。生活、まあ、完全に家を分かれたら2世帯でもありませんし、歩いて気軽にとかですね、まあ、自転車でもちょっと、まあ、そういうことが済んでるっていうですね。でちょっとそれに関連しまして、河内新聞さんですね、これも画面に出しますけど、9月5日にですね、やっぱり議員、政治家の人っていうのは背中で模範を示す存在であるとですね、一般的にそう、認知されてると思うんですよね。で、まあ、生活保護をされてる方がですね、抗議に来られて、うん、その時のこともですね、書かれてますですね、まあ一般市民に対して、まあ、この内容をちょっと端折って言うと、まあ、生活保護を受けたいと申請してきた人が結局のところ住んでないというですね、で担当者が毅然とした態度を対応を取って、それで、まあ、周りある意味この、まあ、社会正義という部分では一定のこう示す形になったのかなとですね書かれて、じゃあ議員はどうなんだというですね。だから、ね、これはね、はい、いわゆる議員特権やと思うんですね。そうですね。たまたま言うてきた人も確かに、まあ、はい、病気がちでね、はい、まあ、仕事ができないと、はい、いうような状況で、まあ、東京の方におったらしいけどね、うん、確かに、まあ、自分が生まれ育った親の家を、ね、はい、にずっと、まあ、住民登録が席あったわけですね。はい、まあ、なんかの事情で東京のおったんですけども、はい、まあ、体が悪くなって失業したから、また自分の、まあ、ふるさとの八尾に戻ってきたんですけどもね、はい、私は全然知らんですよ、その相手の方はね、はい、普通はね、そういう生活保護の相談なんかに我々第三者が入ったらいかんのですけども、うん、はい、まあ、本人がね、はい、構わん言うからね、同席したら、はい、新聞に書いた通りね、それをたまたま思い出してね、はい、ほんで、まあ、私の業務日誌とか見たり、はい、その時の太田課長もここに2回ほど来てくれました、はい、保護課のね、福祉課の課長と、はい、で課長はもうおとなしく生その時発言しなかったけど、もう課長代理がね、もう丁寧にね、はい、居住実態ないものはね、うん、市民と認められないってことを言うたら相手が怒ってね、はい、これもう机を押し倒してねもう今にもね、はい、掴みかからんぐらいなね、はい、態度でしたよ、うん、それを私思い出してね、はい、これは、だから八尾の行政はね、そういう形でちゃんと住民登録基本法とか、そういうやっぱり法令に、準拠したことでね、やっとるんですね、行政がきちっとね、はい、で、そういう生活保護を言うてきても、はい、生活自体ないものはやっぱり市民と見せるわけにいかんということでね、はい、一応断ってるんでしょ、うん、それが市会議員がね、はい、その市会議員の、まあ、特権みたいな方ってね、はい、未だにね、はい、毎月
報酬ももらい、はい、あの政務課というのももらいね、はい、視察に行ったら交通費、旅費交通ももらってやってるというのことはね、はい、これ私はね、一日も早くね、そういうことは解消せないかと思いますね。それは市民感情から見てもね、これは私は許されないと思います。まあおっしゃる通りです。やっぱりルールはしっかり守るとですね、あと、まあ、維新という政党ですね、まあ、とにかく身を切る改革と主張はされる。で、それも一定の政治的な主張であることは認めますけども、非常にアンバランスと言いますかですね、これちょっとうがった言い方すると単なる選挙対策じゃないかですね。で、あとはまあこれちょっと話飛躍しますけども、企業団体献金受け取らないと言いながらも資金パーティー結構されてますよね。あとはまあカットすると言ってもコストカットはあくまで手段であって、結果から逆算して本当に市民生活に寄り添う形でそういうことをやっていればですね、居住まいもおのずから正されると思いますし、トータルで考えて合意形成もすると思うんですよね。まあその部分、まあこれも根っこのところですね。残念ながら坂本議員は納得の説明をしてない状況、やっぱり公認した維新でもですね、何らかの責任体質というですね、党としてのコントロールが働いていないんじゃないかですね、そういうふうにも捉えますですね。ですね、まあ維新はね、確かにまあ身を切る改革なんでね、はい、まあいろいろその報酬をカットとかね、はい、やっています、はい、しかしながらね、やっぱり政党がね、公認いうことはその議員に対してのね、はい、身元引き受け人なんですよ。そうですね、ね、はい、この人が何か悪いことをしたり、はい、過去に、社会的にね、非難されるべきようなことがあったらね、はい、その時はね、党としてきちっとけじめつけますよということでね、はいはい、まあ、いわゆる通常の、まあ、身体検査というかね、はい、そういうものをちゃんとやらないかんのにね、はい、これはね、もう玉石混合、うん、で玉はね、はい、まあ本当にわずかしかない、はい、うん、石の方が多いんですね、うん、それはもう最近見たら分かりますように、はい、体が具合悪い言うて奥さんに司会人物電話させてね、はい、ほんで夫婦揃ってね、沖縄旅行に行ったりとかね、あ、松原、それから、はい、大阪でもね、はい、女性のタレントみたいなのが出てね、はい、党除名されてもね、まだ国会議員として残ってるんですよ。でこれもね、比例区で出た場合はね、はい、その党の名前入れてしたんね、それによって当選したものはね、党除名されたらね、当然席失わないか、これも議員同士がお互いにはね、そういうな議員に甘いような法律を作ってね、はい、ノーノーとね、元維新の者が無所属議員としてね、今も残ってると、はい、だから公認はね、もうちょっとね、公認した政党のね、私は責任も問われると、はい、この思いますね。これでも私はこの八尾の地元のね、選出の松井一郎氏がね、まあ、府会議員から、大阪の知事になり、今大阪の市長になってるんでね、松井さん自身がね、あの人はね、本当にね、私から見るとね、人に厳しく自分に甘いと、これですよ。なるほど、ね、はいはい、もっと自分に厳しくしてね、はい、人を責めるならよろしで、はい、もう人を責めるのはね、はい、今言ったようにもう、自分の気に入らない生徒やったらぶっ潰すとかね、うん、そのこと過激なことを言っといてね、はい、公認した責任はどう取るんかということもね、いずれ私はこれはまた地元から出たね、はい、維新の代表ですからね、はい、まあ、でそういうことを厳しく言うなら自らがね、国会議員になったらいいんですよ、うんうん、やっぱり国会議員になってね、国会討論会も出てやったらいいけどね、はい、やっぱり地域政党ならよろしいで、大阪なら大阪の、はい、いわゆる日本維新の会というようなことにね、はい、するんであればね、やっぱりその党首はやっぱり国会のね、議席を得て、はい、国会討論会とかそういうところでね、他党からの批判も受けてね、やるようなやっぱり責任のある立場を私は選ぶべきではないかと、まあ、このように思いますね。公認、ね、うん、まあ、した人のね、よく任命責任言うでしょ、うん、そうですね、総理の任命責任が大事な、ね、それと一緒で、ね、はい、公認した以上はね、はい、皆さんこの人は大丈夫ですよと、まあ、我々の政党がね、もう信用して皆さんにご推薦したんやと、
言うんだからね、それはね、失敗したらね、即座にね、はい、あの除名処分なりね、はい、きちっとしたけじめを取ってもらわんとね、この坂本の問題なんかでもね、はい、知ってるわけなんですよ、そんなんね、はい、知っとってね、やらんいうのはね、これはやっぱりあの維新の方もね、はい、やっぱりこれはちょっとやっぱ反省してもらわないかと思いますね。そうですね、まあいろんな、まあ、議員あの政治家としての資質でありですね、公私ともに、まあ、けじめのついた報道が取れてるのかとかですね、いろんな要因、まあ、特に残念ながら維新の人の議員さん、いろんなこう、まあ、統計取っても分かると思う、いろんな問題を起こして率が高いんじゃないかですね、ちょっと数字は今上げませんけどですね、まあ、そういうようなことですね。あとそうですね、まあ、ちょっと話が出たで、まあ、橋本徹という政治家をどう評価するという、まあ、いろんな意見があると思うんです、まあ、発信力は確かある人でしょう。ただ一貫して思うのがですね、いろんな、まあ、こう必ずしもですね、まあ、ワイン州政治というのをどう捉えるか、いろんな人さまざま意見があると思うんですけども、少なくとも市民の代表、有権者の代表として出た人はですね、自分の得意分野があったりしても、まあ、いろんな他の会派の人を含めて合意形成して前に進めていくというですね、形が必要かなと。まあ、本当なんかもうマーケティングに、まあ まあ、いわゆる選挙だけを考えて、実際きめ細やかなですね、行政のにおけるこう結果出すとか、居住まいを立たせていくのが本当にこうどうなのかなってですね、まあ、非常にアンバランスな政党なんですね。じゃあちょっとここですね、自己紹介お願いします。はい、メアリバン八尾の奥村と言います。今回の権利の坂本議員の件については、朝日新聞さんに大変お世話になるというか、協力をいただいています。で、ここの市政クラブへも、一連のやつは全部、日刊紙4つと、はい、で、ここの地方紙3つと、はい、みんな案内を出してるんですけれども、はい、どこも乗ってけへんという、非常に不思議ですね。不思議というか、情けないというか、こんな現実です。で、八尾市議会に行っても、なかなか言うてはることわかるけど、なかなか難しいおまんねんとか、これが事実やったらもう大変なことでんなと言いながら、何にも言うたら悪いけど、行動しはれへんということで、非常に八尾市全体がまずいことになってるんじゃないかというように思ってます。はい、で、そんな中で、河内新聞さんにはずっとお世話になってるんですけれども、先ほど報告してもらった中で、一つだけ補足をさせてもらいますが、この間の集会で、市民集会で約60人ほど来てくれたんですけれども、その中でいくつか質問がありましたけれども、やっぱり議員はどないしとんねんという話が何人かから出ました。で、それはやっぱり事実だと思うし、非常に八尾市全体がまずいことになってるんじゃないかというような気がしてなりません。で、さっきの報告の中で一つだけ追加させてもらいますけれども、はい、この間の集会の時に一応全体の決議として坂本議員は早急に辞めるべきやと、辞職すべきやということを一応決議として挙げました。したがって坂本議員とそれと推薦をされた維新の会の大阪府の本部とそれと八尾市議会へその文書を決議を郵送で送りました。で、維新の会からは全く何の返事もありません。で、ところが坂本議員については報告があったように、実際住んではる長吉六段とそれと八尾の南大使堂と両方へ送ったんです。だから、あるこういう運動してある人からアドバイスをもらって、両方へはやっぱり書き留めて出しといた方がええでという話を聞きましたんで、その両方の議員の坂本議員の登録の市へ告示してはる南大使堂とそれと今実際に住んではる長吉六段と両方書き留めて送ったんです、はい、そうしますと本来なら大使堂の方は受け取って長吉六段が帰ってこないといけません、普通やったらね、はい、こっち住んでる言うてはんねんからね、うん、それが残念、ほんまに向こうも見知りはったんかどうか、逆に大使堂のやつが帰ってきました。で、長吉六段の方は受け取りました。あ、
それは郵便局でちゃんと受け取りを取ってますので、はい、両方へ送ったことの証明もできるんですけれども、はい、帰ってきたのはなんと長吉らなしに南大主堂から帰ってきたということで、これも明らかに八尾に住んではれへんということの大きな証拠になるんじゃないかということで、弁護士さんにも報告をして、明日の八尾警察への告発の時にはそれも証拠の一つとして出そうと思ってます。で、さっきも小山さん言ってくれましたように、見張り番なり火事新聞がこんだけ騒いで、見張り番八尾でも施設からもないんですけれども、一応4000枚ほどビラを吸って市民に訴えて、あの集会の参加を呼びかけました、はい、その時に議員さん全部に案内をしましたと同時に、本人さんにもぜひ来て反論なり弁明なりをしはるべきやということで来ましたけれども、はいはい、この4ヶ月間の間一切何の電話番号もビラに入れたんねんから、何回言うてきはんのちゃうかなというように思ってたんですけれども、うん、一切どこからも連絡がありません。この会派からもですね、はい、28人の議員さん、さまざまないろんな会派がいらっしゃいますけど、28人に対してはこっちのメンバーが、はい、さっきも言いましたように、はい、議員何考えとんねんようなことがありましたんで、はい、議員全部に公開質問状ということで名前書いて議会事務局として全部に配りました、はい、ところがどなたからも返事がありません。なるほど、これは残念ながら八尾の実態です。で、議長からは失礼やけど電話でということで、はい、一応言うてきはったやつについてはほったらかしてるわけではないと、うん、各派代表会議なんかでとにかくやってるよけども、はい、まだ結論が出てへんねんと、はい、でその代表者会議に対してこっち側はなんで公開にせえへんねんということを言いましたけれども、うん、そのどっかの会派が一つでも反対をしはったら、満場全会一致はなかったら公開にできへんいうことに決まりがあるので、うん、できへんというご返事をいただきました、はい、これもおかしな話だと思います、はい、やっぱり市民の代表でやってはんねんから、市民の疑問に対してはやっぱりこっちも聞きに行くし質問に答えはるべきだと思うんですけれども、そんなことも一切ないというのが残念ながら今の八尾の実態です。したがってこれからも最初力ありませんけれども、今の八尾としても僕もちょうど80人やったんですけれども、僕より社長も小山さんもそうですが、上の人がだいぶ亡くなられました。でこの間も絶対いつも来てくれる人は自転車に乗れんようになってん、ね、もう不自由やから行かれへんねんというような連絡をいただいたりして、非常にこっち側も高齢化してるんですけれども、やっぱりこの問題は何としてでも市民の側から言うたらどう考えてもおかしいんで、やっぱり皆さんのお力を借りて、はい、やっぱり姿勢を正す一環として、はい、これからの頑張っていきたいなというふうに思ってますんで、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。貴重な話いただきましたね。まあ本当にそうですね、なんと言ったらいいんですか、なかなかこう伺い知ることが難しいんですけど、28名の議員さん、まあ、ある意味こう、まあ、どうなんでしょう、仲がいいっていう表現もあれですけど、なんか妙な連帯意識があって、そうですね、ね、お互いにチェックし合うとか、指摘し合うとか、いい意味でとか、そういう部分がどうなんでしょうね、他の市とか、いろんな自治体あると思うんですけど、私、八尾市、結構好きでよく来るんですけど、そうですね、どこの、ね、議会にも一人ぐらいは、ちょっと文句多いぞいう、ばっと突っ込む人がいてるんですよ。ですよね。ね、例えば門真でもね、はい、有名な人がいてるし、はい、どこでもいくつか、例えば豊中でも例の森友の問題でそれ頑張ってはるし、はいはい、いうことでいくつかそういうお付き合いもあるんですけれども、八尾、うん、にはその人が一人もおれへんというのが残念ながら実態ですね。まあ、ただ国会議員では、例えば、まあ、保守でいうと昔の浜口さんみたいな人とかですね、はいはいはい、あとは、まあ、辻元清美さんみたいな、そういう人が地方レベルでもいればですね、まあ、逆にもそういう人がいたら、やっぱりこう、まあ、今回の問題違いますけど、自治体として の知名度があれば当然ふるさと納税も増えるでしょうし、いろんな観光客も思わぬところで、まあ、当然ね、もず古市古墳群とか、ある地域もない地域とかね、関係ある地域もない地域ありますけども、なんか不思議ですよね。で、実は私も、ネット上の問題意識をですね、まあ、全都ハウタウンミーティングでですね、各市町村ごとのまずネットで、議論して盛り上がってきたらこう
討論集会とかですね、あと、実は徹底討論 .com という、そういう、ウォンドメディアを立ち上げましてですね、まあ居住実態がない議員おかしいとかですね、ワンイシュー政治おかしいとかですね、まあ、今、徐々に始めてるんですけども、まあ、そういう形ですね、まあ、これからできたらですね、お二方、SNS も、ネットの発信も徐々に始めていただいたら、私、応援しますんでですね、確かにそうですね、今は私は持ってるんですけど、これも私もちょっとね、ですね、あんま青臭い話かもしれませんが、投票行動は確かに大切な権利があるんですけども、まあ、常日頃からですね、議員を中心として、意見、討論するような場があってしかるべきじゃないかって、昔の本当に紀元前の都市国家の直接民主制っていうのはくじ引きで集まってた。でもあれは物理的に集まる制約があるからそうしてた。今ネットのコミュニティもあれば問題意識を持った人が集まることも可能だと思うんですよ、まあ、そういう形でこう活発なですね、まあ、ある意味議員が触媒役として政策提言されるのもそれも素晴らしい。でもやっぱり市民の側から逆にこうなんと言うんですかね、政策提言が上がって、それをこういろんな形で議論するような、そういう場が必要じゃないか。タウンミーティングってのはいいんですけど、でも支持者を囲い込んでというですね、選挙対策の側面が強いんで、まあ、これはですね、だから本当に言えば先日の会合にしても、各会派の全員来ないにしても、いろんな会合をして、いろんな形で議論すればですね、いろんなさまざまな意見や問題意識の共有もあったと思うんですけど。ね、矢尾氏もちょっといろんな部分はあるかもしれませんが、勇気を出してですね、そういう積極的に意見を議論をするような議員の方が出てくれば、より素晴らしいですね、自治体になるんじゃないかと。この間その例の坂本議員も、はい、矢尾市内に住んではれへんねんから、どなたもご近所の付き合いがないわけでしょ。そうですね、ね、はい、ほんで看板も、相談所の看板も議員の人は、自分の維新の人は自分の家へ貼るんやなしに、八尾中学の近所に大きなケーキ屋があるんですが、その横に事務所を構えて貼って、そこへ皆貼って貼るんですよ。したがって地域の普段市民からの要求とか要望とかいうやつを受ける聞く気も全くないと。そんなんやのに、しかも八尾市に住んではれへんのに5000も取って5位で当選してはりますな。まあ、維新というネームバリューだけですね。だからやっぱり、もちろん維新も悪いし、前の政治も悪いけど、市民自身がもうちょっとやっぱり自覚を支払わな、大変な時代になってくるとかという気がしてなりませんね。うん、もうちょっとやっぱり市民が、有権者の生活がね、今どないなってんねん、この問題でやねんっていうようなやつを、もうちょっと自分で考えはるようなことのような宣伝というか、そういう呼びかけをしていかんことには非常にも任せっぴ話で、ほんとらでも選挙で自民党がかなり批判もあんのに支持率 50% 超えたようですもんね。これがどう具合悪い、そんなの流れでこの維新のこの坂本さんの議員なんかもできてないかっていうような気がしてなりませんけどね。その地域住民のね、はい、地域住民の民度に応じたような議員が出てきようんですわ、ね、うん、ね、はい、だからやっぱり我々の結論は、有権者がもっと賢くならないか、はい、有権者がね、はい、賢くならないとね、その有権者のそういうような民度に応じたようなものが議員に出てきるわけですからね、はい、議員を非難するまでにね、有権者がね、本当にやっぱりもっとその審美感というかね、候補者をね、洞察するやっぱり目を持たないかんですね。まあ、全体としての意識の底上げという部分とですね、これもちょっと突飛な話です。私思うのがですね、まあ、組織政党は比較的に住民相談何人とか主張してる人がいる、はい、で、まあ、それは結果としてどうかって検証しなければいけない。でもただやっぱり住民相談というものをある意味見える化するシステム、例えばこれは八尾氏が仮に始めるとすれば面白いかもしれませんけどですね、内容は当然シークレットですけども、住民相談何人来たっていう、ね、公開するような仕組みを作ったら面白いんじゃないかと思うんですよ。まあ、昔田中角栄さんだったこう国会議員の話ですけども、行列を なして相談しに来る人がいた。で、求心力のある議員であったり、
そういう政策実現に力のある議員だったらですね、そういうことになるのかなと、ある意味州のうち何日か議会市役所にいて何人の人が相談に来たとかですね、そういうことも公表するっていうのはですね、ちょっと突飛な話かもしれませんけどですね、内容を充実させるというのと同時に仕組みとしてそういう活性化するということもまあどうかな、これはちょっとまあ別の方の動画で発信していきたいと思って、今ちょっと急にお話してびっくりしたかもしれませんですね、仕組みシステムを改善するということと、はい、中身を充実する、で仕組みを変えるんだということは派手にぶち上げればいいけど、中身が伴っていないというのがまあ、はっきり言えば維新なのかなとですね、いや、この動画を見てる維新の支持者の人とか議員とか異論があればどんどんね、議論する場、私リンク貼ってますね、設けてますけども、まあ、とにかくいろんな部分議論ですよね、会話のプロセス、議論討論する中でどう議員有権者談合になってこう意識を高めていくか、まあ、そんな形じゃないのかなと思うんですけど、そうだね、一つのね、はい、それからね、まあ私も長年まあ指摘者やってるんですけどね、はい、まあ議会いうのはまあ国会は私はまあ知りませんけど、地方議会ずっと見てるとね、はい、地方議会の中にはね、というかその議員のね、議会というか議員仲間のね、はい、一つの風土みたいなのがあってね、うん、そこに足を一歩入れたらね、はい、いつの間にか自分はね自覚してない間にね、はい、議員の風にね染まってまうんですね、ほんで自分がもう、はい、だん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 一般の市民とねかけ離れたね、はい、議員特有のね、はい、そういうところにの雰囲気にね飲まれてもうてね、うん、してるからね、だんだん有権者の間にもね、そのどういうか乖離というかね、そういうその、本当の市民目線の考え、立候補した時はそういう気持ちなんですよ、ところが1期2期3期4期と長年議員やるとね、はい、その議会の中のそういう空気がにね染まってまうんですね、だからまあこれはだからやっぱり議員いうのはね、はい、もう4年ごとにこう選挙があるわけですからね、はい、いつもねもう初めての選挙やというような気持ちでね私はやってもらえればね、それは3期やろうが4期やろうがいいと思うんですけどね、はい、もうどういうか長年やってるとね、もう自分も知らず知らずの間にね議員特権というかね、うん、そういうような空気の中にね染まってまうんですね、まあそれが一つと、はい、まあ東大阪八尾ね、この中八の話見てるけど市会議員のね振る手がね全部選挙管理になっとんですね、うん、うん、で中にはねそれもちょっとあれですよね、なんですよ公平と正という観点から今、中にはねこれはもう八尾氏言うたらお分かってもらうけどね、選管委員長自体がね、はい、自分が候補者の時にね会議室の中に入っていきょんですよ、これはね、市長と現職の市長ってでもね、はい、自分が候補者になったらね、でっかい立ち会いが開業で中入ったらあかんのですよ、うん、それはやね、はい、自分に紛らわしいような候補者がおるからね、うん、自分の評価いったらいかんからわし監視するんや言うてね、うん、無理やりに選管委員から腕章取り上げてね、腕章つけてね、うん、で候補者がですよ、はい、開業所を 見に回っとんねん、あそれはいかがなんでしょうか、それは後ほど選管の委員長になっとんねん、まあ、いろいろとですね、ルールをお話しいただきましたですね、最後にですね、まあ、この動画ですね、ちょっと、まあ、いろんな形で編集してですね、見やすい形で皆さんに提供できればと思うんですけど、まあ皆さんにもメッセージですね、まずよろしければ、一言、はい、何でも結構ですよ。まあ、いきなり無茶ぶりです、ね。大して力量もないのに、こんなに首を突っ込んでやってきたんですけれども、はい、さっきも言わせてもらったように、やっぱりおかしいことはおかしいという市民自身のやっぱ行動が必要なんじゃないかというように思います。知らなかったらとんでもない時代に、昨日の前に新聞で夕刊を見てたんですけれども、ある記事が韓国へ行きはったら、韓国 のマスコミ全部のあれを今度の日本の国 の大臣の変わったやつ、組閣に対する評判が、はい、日本は完全にその右翼や極右やっていうように書かれてます。なるほど。
そういうことが日本の人は案外そんなことに全く気づいてへんということで、やっぱりとんでもない時代になってきてるという気がしてなりません。したがってやっぱり一人一人がもうちょっと、まあ大層に言うたら勉強もして、やっぱり政治、国に対して、あるいは普段の生活に対して、あるいは環境に対してでもやっぱり発言をしていく必要はないかなと、そういう一環としてこの坂本議員のやつをやり始めましたんで、これも引き続きこれからも一つお互いに頑張っていってほしいなというように思います。ありがとうございます。では、まあ結論から言うとね、まあ議員、まあ今回はね、まあ坂本議員のことがまあ騒動になっていますけどね、まあ法律がね、どういう過程で法律ができたというようなことも尋ねてみたら分かるんですけどね、日本はね、やっぱりこの戦争に負けてからね、その道徳ということをね、はい、日本人は昔からやっぱり恥を知るというかね、はい、私はもう小学校の先生からね、影平たのない人間になりなさい言われた、うん、ね、はい、ほんで人から後ろ指、あれおかしやないか言って後ろ指刺されるな、そんなことしたらあかんでということをね、はい、小学校の先生に言われたことをね、もう何十年も経ってもやっぱりそれはいつも頭の片隅にあるんですね、うん、だから私はね、坂本議員なんかもね、何も私は坂本議員と何のあの人に対してね、油断ありませんよ、ね、4年前に名刺交換してねやったぐらいのことで、何も個人的にねあの人をどうせないかんというような気持ち全くないけどね、やっぱり議員たるものはね、今言ったようにもう刑事告訴されるはね、もうこれ最大のね恥なんですよ、ね、それよりも道徳心があれば自ら誰が言われようがね、よく反省してね、自分でね、それこそね、この間も2、3日前は、あれですが、中秋の名月や、はい、お月様見てね、うん、お月様見て、自分の心と照らし合わせてね、はい、自分の今やっとることはね、どうなんかなということを反省してね、私は本当は道義的にね、やめてほしかったんですね。はい、まあこれがね、塩の場に引きずり出されてね、裁判にかけられるということはね、もうこれはね、もう最大の恥なんですよ。それこそもう、先祖代々の恥ですよ、そんな。で、そういうことにね、この、宮島のね、何もね、本当はね、不本意なんですよ、この刑事罰にするということはね、はい、本当は道義的に本人が気づいて、なるほど、やっぱり私は市民の立場上で見たらね、市民にね、不信感を持たれてもしゃあないなと言うて、自分が自ら辞めてくれたらね、よかったなと思うんですけどね、はい、しかしそれがね、分からん場合はね、これはね、交通事故と違うんですよ。交通事故の場合はね、これは過失なんですよ、過ちや。自分はそんなことしたくなかったも、とっさにね、信号無視したとかね、はい、ちょっとスピードが出たというようなことでね、これはね、過失なんで、坂本議員のやってること、これ、故意犯ですからね、はい、こういうことやったらいかんと分かっててもね、いや、人が見てなかったらよかるとか、ね、いうような横着なね、そういうこと、人をね、馬鹿にしたようなね、はい、そういうような気持ちもということは、私はあんまり許せないと思ってるんですよ。だからそういう意味で、私はこれからの日本がね、10年、20年先行けばね、はい、やっぱりそういうその人の道というかね、はい、そういうやっぱり、まずは道徳ということをね、はい、教えていかないとね、はい、昔はね、孫族さんついてね、あれですよ、子供がね、親をね、殺めたらね、普通の非常以上にね、刑罰が加算されたんですよ。はい、今はね、親が子供を殺すっていうんですよ。そんな時代に今なってるんですね。はい、そういうことも考えていけばね、人間として生まれてくることはどれだけ大変なことかということなんかもね、やっぱりちゃんと教えていって、はい、人命をね、大事にしていくと、自分の命も大事にするし、他人の命も大事にしていくというね、そういうやっぱり昔の道徳じゃなくてね、はい、そういうようなことをね、私は教えていかないとね、変なところへね、そういうようなものが政治になって、政治で権力を持つとね、もうこれだけね、
ろんな意味で手間今かき取るわけですね、うん、これまた裁判でもなればやね、はい、国の税金もやっぱりこれ使わないかんことになる、はい、そういうことに対してのねやっぱり近くない、もうその一点見てでもね、私はこの坂本議員というのはね、はい、大きなね大罪を犯しているなと、そういう気持ちしますね。だから一つまた我々の紙の新聞以外のところでね、そういうまたネットでね、国民のねやっぱり一つしてもらって、はい、いい方向に世論が形成されることをね、はい、願っております、はい、それが私の、まあ、最後のね、はい、お願いなんですけどね、はい、で、まあ、いい機会を与えていただいてありがとうございました。まあ、いろんな方法で話をいただいてですね、私自身も非常に新鮮な受け止めをしている部分もあればですね、まあですね、あと本当にですね、紙の新聞というのはメディアとしてのですね、信頼性でありですね、まあ、いろんな例えばその川内新聞さんの掲載したものが引用される上にもですね、非常に説得力を持ってですね、あと、まあ、拡散力という部分においてはですね、いろんな形がありますですね、今後ともいろんな形で連携を取らせていただく中でですね、いい形ですね、まあ、協力と申しますからですね、魅力ながら世の中で頑張ってください。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。